印象はやっぱりドラゴンズいらしてからあのマサさんとね、バッテリー組まれてるのが印象的だし、先発ピッチャーがあのマサさんの時は小田さんっていうセットっていうか、うん、僕ら見てて、ね、あれね、はい、なんか印象に残ることとかあります？まず印象に残ってるのはあの人にご飯を食べさせてもらったっていいねあ、そういうことですね。でもないよね、まずね、奢ってもらったとかじゃない。違う、ね、もう僕を試合に出してくれたからっていうのであって、はい、そうだね、やっぱりエピソードはやっぱりみんなに言われてたね。あの人も中6日とか中5日で掘ってたんで、例えば一軍で広島とか行くじゃない、はいはい、ほんならさっきあの先発ピッチャーとか変えるじゃない。変えますね。お前も一緒に帰っていいよって言われたからねいやそんなそんだけそんなセット、そう先変えるキャッチャー見たことないけどみたいな、それぐらいなんかこうマサさんの時はね、はい、お前だみたいな感じがあったから、いろいろやっぱりマサさんのいろんなね、やっぱりあのその球種とかも勉強したし、宮田も知ってると思うけど、例えば試合が次ね、はい、あの阪神戦ってあったら、はい、阪神の、チームって、はい、マサさんが掘ってくると思ったらマサさんのビデオ見るじゃん。見ますね。ということはマサさんが前に掘った、はい、映像見るじゃん、はい、それやっぱり見て、はい、やっぱりそれを見てるんで感じることってやったらあかんことじゃん。確かに。だからその逆の方を結構やってた。あ、そういうことか、うん、なるほど。で、一回り目はそれでやってみて様子を見て、はい、っていうので結構うまいこと言ったのはある。へー。で、このビデオ絶対見てるなと思ったから、うん、それは結構なんかこうやったかな、すごく。なんか直接 何かこう褒められたりしたことってあります？マサさんから結構褒められたよ。褒められました。お前のリードで、ね、お前のリードで勝ったとか、うん、結構ねあの人言ってくれるし、はい、もうそれがやっぱりキャッチャーにしては快感、うん、もうそれがもう全てなんで、なんかこう言ってるんだけどヒーローインタビューではあんまり言われんかったね俺には言ってくれるけどヒーローインタビューで言ってくれたらと思ったんだけどでもまあ大きな心を持ってるし大きな手を広げて僕を受け止めてくれたんで、はい、うん、だからすごく自由にさせてもらったし、はい、知ってる？サインを僕8回ぐらい首振ってそのサインにしたっていう話。わかんないです。あのピンチで、はい、ずっともうこれ僕絶対抑えれると思ったから、はい、こう出し続けたけど、マウンド行ったらマサさんになんで首振るんですかみたいな感じで、もうな帰ってくださいよ僕キャッチャーみたいなこと言ったら、はい、わかったわかったとかって言って帰ったらまた振ったっていう首を。で、伝わってない。それで7回目か8回目ぐらいでうんうんって言って掘ってくれたみたいな。結果良かったです、抑えました。あ、抑えたです、センターフライで、はい、それが良かったです。それが良かった。だからそういうこともありながら本当にあの人は本当にいい人で、はい、あのみんなが思ってるような人ですね、はい、でもね、四十肩はあるけど五十肩はないよ、マジで。うん、だってさ、グラウンドいつも来てたじゃん、はい、すごくない？あの人マジで。いや、走るしね、走るよね、本当にね、はい、あの読谷のグラウンドでも、ね、ずっと走る、ね、そんな速いペースではないけどね、はい、ね、走るね。ずっとボール持ってるでしょ、はい、なんかね、そういう、だから休みの日でもね、で、シーズンとか終わったらすぐ鳥取の方にね、はい、行ったりね、もうあの人は本当に野球の虫だね、うん、野球少年って言ってもいいかな、はい、うん、他に印象に残ってる選手とかいます、まあ、ジャイアンツ、ドラゴンズ問わず。ドラゴンズ、いや、印象残ってるのはやっぱり謙信さんかな、はい、うん、謙信さんが僕が一番最初に人的保障で来た時に、はい、まあ、吉野から聞いてるよっていうね、今ね。ああ、そういうこと。そうそうなんですよ、六大学でね、明治と慶応でやってたんでね、はい、吉野に聞いてるよって言って、多分吉野さんが言ってくれてて、はい、で、ケンジさん、お前席そこって言って開けといてくれたんですよ。へー、嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しい。あのテレビの横の席なんですけど、はい、開けといてくれ、お前ここだよって言って、めちゃくちゃ嬉しい。あのケンジさん喋ったこともないのに、だから、はい、あの大学と社会人の全日本の合宿では一緒だったんですけど、はい、なんかそうやって言ってくれて、そこの角のあそこで頭打った。そうなんですよ。なんで知ってんの、その話。いや、読みましたの。タケちゃん見ましたから。タケちゃん見てくださいね、それは。そうそう、頭ガーン打ってね、あそこの角にガーンってったらこういう皮ついとったからね、こうやって血が出てるから皮ついとったからね、マジで。あれはね、まあ本当に吉信さんも言ってくれて、はい、でも入った時にみんなやっぱり聞いてるよっていうその言葉がみんな言ってくれたんで、はい、っていうのがやっぱりあの清原さんが例えば立浪さんに言ってくれてて、はい、立浪さんが聞いてるよとかって言ってくれたり、はい、いろんな人がこう
聞いてるよ聞いてるよって言ってくれたから、はい、なんか自分があの入りやすい環境で、うん、あのやりたいようにやらせていただいたっていう。まあ人柄ですよ。いやいや人柄はないんだけど。あります。いやいやいやないけどなんか嬉しいよね。いやいやすごいすごい。で岩瀬さんだったりそうだし、はい、やっぱりあのね不安ですもんね。やっぱねそうチーム変わる、ね、先輩いい人いっぱいいたね、はい、谷繁さん和田さんうんで誰だまあ達也さんもそうだし山崎武さんもそうだし、はい、もうみんなやっぱり謙信さん、うん井端さん、そういうね、やっぱりいっぱいそういう先輩がいたからやっぱりこう、やりやすい環境があったかな、はい、うん。どうですか、社会に出た方が厳しいですか、世の中、うん、プロ野球と社会に出てから一回俺社会出てるからね。あ、そうですね、あその社会人野球で、うん、まあでも社会、うん、そうだね、やっぱりいきなりシビアな話になって、うん、でも港もそうだと思うけど、やっぱりみんなに頭下げるからね。まあそうですよね、そこは、はい、プロ野球の時に頭下げるのはコーチか監督ぐらいしかなかったから、そうです。うん、あんまりまあでもまあお互いね知ってくれてるからみんな知ってくれたり、はい、みんなやっぱりそのね周辺もそうだけど、はい、いろんなこうやっぱり情報をねあの話してくれるやっぱりその空間っていいじゃんやっぱり、はい、やっぱりそのなんていうのかなすごい突っ張ってたり、うん、例えば話しにくいと思ったら話してくれない話で。だからもうそういうあの空間が今は僕にとって一番武器かなと思う、はい、確かにそうですよね、うん、後輩たちにもう慕われてる。いや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 慕われてる。坂本勇人君もいや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 あいつが慕ってるかどうかわからないですよいやいやいや本当勇人も ね、あのあれなんですよ港はどこまで知ってるかわかんないけど、はい、勇人ってああ見えてあの人の前で練習するのが大嫌い。でもそんな感じに見えますけどね、なんかでも、はい、本当にするからね、練習めちゃくちゃするからね。自主トレとかグアムとか行ったけど本当にするからね。もうあれはすごい大したもんだなと思いますね。じゃないとあんだけの選手になれない。そうなんですよ、40本もね、打てないよね。顔いいし、うん、何ですか、3割打ってね、顔いいし顔いいし、40本で、吉野さんもね、顔いいセンスある、はい、金持ってる、最高じゃん最高じゃん、ね、だから、ね、どうしましょう我々って言ったらあれですけど、いや、みなといやあるじゃん。何もない店ある店あるなんとなくお前ファッションいやいい足早い足いいじゃん。今いらないです。あ、でも足で一回やって人体やってるからもう走れないです。昔の5秒台は走れないです。でもまあ、はい、そうかな。でも、うん、まあでも良かったですね、はい、あの中日に来てて今みんなよくしてもらって僕はお会いできたんで。いやいや本当に良かったですね、うん、